エッフェル島とアレクサンドル三世橋を過ぎるバトムーシュバトムーシュとはフランスのパリ、セーヌ川沿いの街並みを楽しむための観光客向け遊覧船。ベトムーシュはコンパニーでベトムーシュ社の登録商標であり、パリの遊覧船としては最も有名である。しかし、この会社の成功により、バトムーシュの後はパリにある各社のセーヌ川遊覧船全体を指す。 一般名詞であるかのように誤って用いられることもある。ベートムーシュとは直訳するとハエボートという意味になる。この名前は当初ボートがリヨンのムーシュ地区に位置する帝湖で製造されていたことに由来する。観光遊覧船はパリにおける主要な観光ツアーとなっている。多くの場合、上のオープンデッキと下の天井付きデッキとで合わせて数百人が着席できる。 スライドして開閉する天外のある船もあり、天候によっては天外を閉じて運航できるようになっている。ほとんどの棒音で川沿いの眺めに合わせて以下録音された解説が流されている。遊覧時間は約1時間のものが多い。多くの船会社が昼食や夕食を取りながら乗船できる船を運航している。夕方以降、各ランドマークを照らし出すための照明を備え付けている。 船が多い。セーヌ川がパリの中心部を流れているため、遊覧ツアーでは街の多くの部分を見ることができる。左岸と右岸をボートから見ることで乗船客はエッフェル島、ノートルダム大聖堂、アレクサンドル山水橋、ポンルフ、オルセー美術館、ルーブル美術館やアンバリットなどを眺めることができる。パリの遊覧ツアーは第二次世界大戦後に盛んになり、 今日では、コンパニーデベトムーシュ社が大きなシェアを占めている。ありがとうございます。